私がこの進める経済政策の中の成長戦略の部分においては、さまざまな分野を通じて大切な要素、それが半導体であると、次世代半導体の実用化に大胆にチャレンジしていかなければならない。We are witnessing a revolution in computing. The world of high precision computation, think high performance computing. The world of neural networks, the world of artificial intelligence.And the world of qubits, the world of quantum. Each technology is very important, but the pluses are very important. It's the combination of these technologies that are going to deliver the next generation of computing. なぜ最先端半導体技術が我が国に必要か。端的に言いますと、半導体はデジタル社会の全産業を支え、国の経済の成長と安全保障に直結する死活的な戦略技術である。で、日本の価値筋につなげる鍵は、データの活用をリアルタイム化にしていくことと、その付加価値を、しっかり捉えることだというふうに思っています。で、もう一つ、日本には高度で、全国をつなぐ光ファイバー網がすでに備わっています。で、それを起点として陸海空に広げてスマートアイランド化にしてしまう。そのイノベーションサイクルを強化すると、これはより強い国際連携、そして企業間の連携が必要になると考えております。半導体それだけで考えてはダメだということですね。ハードウェアとソフトウェア、これらを一体となってきちんと最適化していくことが競争力を生み出すことにつながると考えております。ぜひ私の政府においても、新しい資本主義の実行計画にこうしたさまざまなご指摘をしっかり盛り込ませていただきまして、アクションを取ってまいりたいと思っております。今日、お集まりいただきました皆様方にも、それぞれの立場で我々に対しまして、末永くアドバイスをいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。